この会社の方針どうかしてるよね。そうですね。こっち座って。この前、愛さんと部長が二人でいるところ。え？不倫ですよね、あれ。なんか勘違いしてるみたいね。愛さん次第では黙っていてもいいんですよ。え、ちょっと待ってよ。あれはね、ちょっと、ユウさん、クレアさん、仕事終わったの？あ、てかなんでスマホいじってんの？ちょっと。やだねえ、新宿彼女じゃない、これ。あ、彼女怒ってる、超怒ってんじゃん。もしかして今日会う予定だった？はい、イブなんで。やっぱそりゃ怒るよね。まあしょうがないよ、怒る原因作ったのも新一くんなんだからさ、諦めるしかないね。まあほら、うちらも監督責任で一緒に残業することになっちゃったから、せめて終電までに終わらせよね。はい、わかりました。じゃあうちら会議室にいるから、なかったら呼んで。あ、はい。もしかして二人とも、そのいや、ですから、お伝えした通り、その家内が倒れてしまいまして。どんな事情があっても勝手に時短営業なんてありえないんですけど。いや、しかしこれ以上バイトの人件費増やすは却下です。はあ、困りますね。とにかく今すぐ営業再開してください。はあ、コンビニは24時間営業が当たり前でしょ。はあ、重大な契約不履行に当たりますから。はあ、このままですと現在の B ランクから一気に F ランクに下がっちゃいますよ。いいんですか？その場合、仕入れ価格の見直しはもちろん、分野リティ利率の引き上げもありますね。場合によってはフランチャイズ契約自体の契約解除もありますし。そうなると一番困るのは山田さんじゃないのかしら。それにね、
奥様や息子さんだってどうするんですか？